明治産業のアメージングクラブは大人女子の部活動。今女性たちが身につけたい日々の暮らしを豊かにするテクニックを学びながら、新たな出会いや発見、プラスの価値を共にする仲間づくりを応援します。詳しくは明治産業のホームページをチェック。さあ三好さん、はい、まあ、毎回恒例道中では三好さんの仕事の悩みを聞きつつ、はい、やってまいりました、はい。まあ、そこからまたこう文化に対するアプローチみたいなね、はい、話にいつもなりますけど。なりますね。ねえ、はい、到着いたしました久留米市美術館。いやー、聞こえます皆さん、噴水がサラ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 、なってますね。あの、もうすごくいいとこですね、これ。あの、僕も本当にあの文化を好きだと言っておきながら、はい、あのお恥ずかしながらなんですけれども、はい、今回あのお邪魔するのが実は初めてでございまして、はい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 、今猛烈に、俺は今猛烈に感動している。あの石橋文化センターの前に車を止めさせていただきまして、はい、ちょっと奥に進むとこう奥の方にですね、久留米市美術館の建物がありまして、その手前に、はい、ね、そこに向かう途中にこう噴水が、大きな噴水池があるんですね、またこの景色が毎回思うんですけど、やっぱ美術館とか行かせていただくと、やっぱこの建物からやっぱね、興奮しますよね。いい気分になりますよ ね。いやでも本当にこの石橋文化センター、この一連の施設全体がすごいものなんですね、はい、あの地図ありましたけどね、図書館があって、はい、ホールがあって、はい、美術館があって、で、あの裏の方はこう庭園もあって、はい、カフェ、ギャラリーも、ギャラリーショップもあって、もうなんか文化を愛好する人間の楽園じゃないですか、いや本当に、ね、なんか多幸感ありますよね。いやすごい、いやな、本当にあの先ほどね、あの、佐藤さんおっしゃっていただきましたけど、なんかこう、なんか文化を仕事にするみたいなことをですね、あの日々考えてるんですけど、はい、そんな人間からすると、ああこの規模かみたいな。そうなんすよね、石橋さんすごいっすね。いやちょっとあの本当バカみたいな感想ですけど、石橋さんすごいっすね。すごいですね。あのまあね、石橋、はい、もちろん皆さんご存知、あのブリヂストンですね、はい、ブリッジストーン、ブリヂストンで石橋さんなわけですけれども、の、まあその石橋、さんが、作られた、まあその施設、石橋正二郎さんですかね、が作られた施設になってまして、でこの久留米市美術館に関しても、2016年かな、までは石橋美術館っていうことだったんですけど、まあ、市に寄贈されたのかなみたいなところで、今のあり方になってるとかっていうところもあり、まあ、この辺はまたちょっと改めて、学芸員さんにもお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、とにかくまずはこの施設のですね、うっとりとするようなこの楽園感、なんかもう現世を忘れる感の感動を、まず私としてはこのリスナーさんに改めてお伝えしたいところでございます、ね、花もたくさんあります、はい、というわけで、じゃあ実際に館内に入らせていただきたいと思います、はい、さあ三好さん、はい、久留米市美術館の館内にお邪魔させていただきました、はい、今回お付き合いいただきますのは、はい、学芸係長の佐々木さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お恥ずかしながら我々番組スタッフ、はい、初めてこの場所に伺わせていただきまして、はい、まず入って、はい、素敵なとこだなってまずね、はい、私はもうこの空間を見て、まあ、あのごめんなさい、館内に入る前からの話なんですけど、す、まず入って最初に思ったのは、はい、これはもう文化好きの楽園やなと思いました。そうですね、まあ、美術館に今日は来ていただいてますけれども、はい、あの音楽も聴けますし、図書館がありますし、はい、まあ、ご覧の通り花いっぱいということで、楽園かなって思いましたよね。楽園ですよ。ユートピアここにありって感じでしたよね。実際にあのお近くの方お散歩とかでもよく来られたりも、ね、するんでしょうね、はい、あの犬を連れた奥様、うん、たちをいた、トイプードルいた。そう、あと僕なんかもう、ああもうこれゴールだなと思ったのが、なんかこうその池中心に、はい、あの噴水の池がありまして、はいはい、でそこで親御さんがこうちっちゃい子をね、うん、遊ばせて、うん、子供が水パシャパシャしながら、うん、その背景に美術館、その隣に図書館、はい、なんかあもうなんか
もう 文化を届ける環境としてこれ以上の答えがあろうかって思っちゃった、うん、ね、うん、市民の方にとっては、ま、あの特別な場所っていうよりもこう、うん、あって当たり前の場所で あってほしいし、まあ、そ、うん、若干はそうなってくれてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あの市内の高校生の初デートの場所ナンバーワン素敵らしいですなんかそういう意味でもだからもう文化が生まれてるよここはもう ねえ、もうやっぱ身近にあるんすよ、そうデートっすよ石橋いかんみたいなそうなんですよね、久留米市美術館としては、はいはい、名前としてはあ、そうですね、うん、2016年ですから、うん、まあ、たった3年ぐらいしか、ね、新しい美術館みたいですけど、うんうん、まあ、あのよくご存知の通りだと思うんですが、あの1956年に、はい、あの石橋文化センターっていうのがあのこう開園して、うん、でまあ、あの石橋美術館っていう感じでも親しまれてきてるんだと思うんですね、はいはい、うん、まあ、それがあの市の方にまあ運営が変わって今は久留米市美術館になっているわけです。うん、寄贈っていうことですね、のレリーフがあの入り口のところにありましたけど、 あの方のレリーフを見てしまいましたね、はい、あの方が寄贈してくれたんですけど、はい、あのブリッジストーン、はい、ミスターブリッジストーン、ね、ミスターブリッジストーン石橋正二郎が、はいはい、あのま、資材を投じてということになりますけれども、うん、あのこちらの方に縁を寄贈していただいて、うん、で今でもその業績みたいなもの、うん、あのじゃあ久留米市美術館になっちゃったから、うん、もう見られないのかっていうことになるとそんなことはなくて、うん、美術館に隣接してあの石橋正二郎記念館っていうのが建ってるんですね、はい、でそこに行きますとそこの2階には、ま、あの石橋のこう生涯ですとか、うん、その業績ですとか、うん、この縁や美術館をどういうふうに作ろうと思ったのか、うん、寄贈したのかっていうのがあの今でもご覧いただくことができますし、うん、であのずっとこちらの方にあったあの石橋財団のコレクションも一部、うん、あの常にそちらでは見ることができるように今なっています。うん、コレクションはどれぐらいの量があったんですか、石橋財団としては。なんかですね、私が間違ったこと言っちゃあれなんですけれど、2600とも、それが今なお増えているとも、更新されていると思う。東京にもあるんですもんね。今あのむしろ全部あの、東京の方に、うん、あの移ってしまって東京のブリヂストン美術館さんの方にあるんですが、うん、それでもあの、200点ほどは寄託という形でこちらでお預かりをしていますし、その石橋正二郎記念館の方では、うん、あのまあ、数点ですけれども見ていただくことができるようになっています。うーん、えやっぱお好きだったんですか、そういうなんか美術作品とか。そうですね、青木しげるという作家がいまして溶接しちゃうんですけれども、はい、その青木しげるという人のあの絵を散逸させちゃいけないよと、うん、もう一人あの久留米出身のあの画家である坂本半次郎が、うん、ま、あの石橋にこうあの進言するっていうんですかね、うんうんうん、あのたのがきっかけというふうに聞いていますけれども、で今あの、その石橋正二郎記念館の方では青木しげるの天平時代っていう作品があの出てるんですけれども、うん、あの青木はですね実はあの、ラファエル前派大好きっ子ここでつながるのかよ、るんだ今回の展覧会と、はい、あのバーン・ジョーンズが特に好きで影響を受けたって言われてるんですね。マジっすか。なので石橋時代からこの間ではそのラファエル前派関係の展覧会何回もしてるんですけれども、ですよ。なので何も今回偶然やっているわけではなくてそういうつながりがございまして。そうなんですか、はい、僕すっかり巡回展で回ってきたものを、はい、たまたまっていう感じでしょ、うん、受けたっていうことなのかと思いきやあ、そうではなくてやっぱ久留米での、まあ、必然性みたいなものもちょっとあるんですね。うわなんかもう熱いな、はい、遠大なる美術の物語がここにもまたつながっているよ。すごいな。そして正二郎記念館の出てるその青木の天平時代と、まあ、あの本館の方に出ているあのバーン・ジョーンズのペレウスの共演あたりは、うん、まあ、ちょっと
建物隣なので大変なんですけど、うん、まあ、頭にこう記憶してメモリーを残したまま両方見てもらうと、うん、おやって思うところがちょっとあるかもしれないです。あら、ここでしかもう体験できないことですよ。そういうことですよ。これだからラファエル前波他の施設で見たとしても、はい、うん、そのセットで見れるのはここだけですね。そうなんです、セットでお得なんです。本当ですね。セットでバリューセットみたいな。石橋翔次郎さんという方はやっぱりその、まあ、地元というか、はいはい、この久留米にいらっしゃる作家の方ともやっぱり何人ともこういろいろ交流を持ったりとかもされてらっしゃったんですかね。そうですね、やっぱり生まれ育った、この地をとても大事にしていて、その文化に対してやっぱ貢献するという意識がすごく強かったし、うん、で作家を守るっていうのももちろんそうなんですけど、うん、まあ、そういう作家のあれ美術をこう見せることで市民のみんなが楽しく幸福になるっていうことが一番の望みだったんだと思うんですけれども、うん、はい、ね、あの社員の方にとっての、ね、うん、その気持ちとかもすごく熱い方だったって伺ってますけどね。なんか翔次郎さん、まあ、そもそもそのあの旅ですかね。そう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 、ね、うん、旅の、はい、あの足に履く旅ですよ、直、はいはい、旅、直、うん、旅、ね、はい、でそこからあの事業が成功して、うん、はい、でまあ、非常に早い段階でモータリゼーションを見通して、うん、そうそうそう、 お車の方のタイヤの方に行って、うん、まあ、この流れがあったということですよね、はい、うん、飛行機 の、 あの、うん、こう着陸する時のタイヤとか、うん、まあ、本当に先見性がありましたよね。いろいろな事業にこう広がっていくっていう、うん、でそれをこうまたその文化という形でこうみんなにこう還元していくっていうような、うん、流れっていうのは面白いですよね。こう、うん、あの面白いっていうのはそのモリスの考え方ともちょっと近いところもあるような気がしますので、うん、こうみんなでこう分かち合っていこうっていうような、うん、まあ、そういうようなところっていうのは、はい、であのこことそれからあのもちろん東京のブリヂストン美術館もそうですし、はい、あとそれからあの東京の竹橋にある国立近代美術館なんかもの建物も、はい、あの翔次郎さんがどうぞいかがどうぞどうぞっていう規模じゃないですよね。かっこいいな。ちょっとびっくりしてスマートフォン落としちゃいました。慌てすぎです。そうなんですね。ということは久留米市美術館としての所蔵品も、はい、じゃあ今 ありがとうございます、はい、やっぱりその久留米市美術館になってからはやっぱり、うん、新たに今度、うん、当館の所蔵品というのも少しずつ集めているところでして、で年に1回とかはその所蔵品を紹介するようなコレクション展もして、あの皆さんにご覧いただくようにしています。うーん、はい、これはどのあたりが中心とかっていうのか傾向はあるんですか。やっぱりですね、うん、今までも石橋の歴史の中もその洋画、あの日本の洋画を中心にやってきてましたし、うん、でこれからもそのたくさんね、あのこの地域いい作家出してますので、まあ、こう九州の洋画を中心として集めていくという方針ですね。最初に購入したのはやっぱ坂本半次郎の風景でございましたので、これなんかあれだな、やっぱ石橋の歴史をちゃんとこう引き継いで久留米市美術館としてもやっていくっていうスタンスなわけですね。敷地内にはなんか旧アトリエですかね。あ、そうなんですよ。あるんですよね、坂本半次郎さんのこの広大な敷地の中でね、はい、広大な敷地の中に。素敵ほら。すごいな。やめにあったアトリエをこちらに移築するという形で、はい。すげえ。まあ所蔵品の中で佐々木さんが、はい、まあもちろん全部だとは思うんですけど、はい、これ好きですとかこれおすすめじゃないですけど、なんかございましたら。そうですね。少しずつ作品が増えていっているので、まあ、これからいろいろ見ていただく、増えていくのを見て、様子をこうずっと見ていていただきたいと思うんですけれども、自分自身がちょっと前まで佐賀にいたので、はい、佐賀出身の北島朝市という人の、うん、若い頃の、ちょっと雰囲気が違う、それまで知ってたのと違う作品が入ったのとかは嬉しかったですし、なんか意外な作品が、ちょっとずつ集まってきて、うん、まあ、昔の石橋のコレクション本当に素晴らしかったし、もちろんそれを懐かしんでくださる方いっぱいいるのも存じ上げているんですけれども、まあ、そういうのも折に触れてこう、まあ、貸し出していただいて展示しますけど、うん、これから増えていくこう久留米市美術館のコレクションにも乞うご期待っていうような、うん、
まあ、そういうイメージですね。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、後半の企画は現在久留米市美術館で開催中の展示ラファエル前派の軌跡について学芸員佐々木さんに解説いただきます。いよいよね、中に入りましたが、三好さん、はい、ねえ、リスナーさんからも時々レビューをいただいておりました。そうですね、久留米市美術館、旧石橋美術館、はい、そして現久留米市美術館は、はい、とにかく施設だったり取り組みも含めてリスナーさんだったり、うん、あとアルトネの笠井さんだったり、うん、いろんな方におすすめをいただいておきながら、うん、僕らお恥ずかしながら本当初めてね、うんうん、お邪魔させていただいたところで、うん、その感動も含めてなんですが、ね、すごいいい施設ですわね。ねえ、はい、というわけで、今開催中の展覧会になりますが、はい、ラファエル前派の軌跡、はい、これはもう大興奮でございました。本当に面白かったですね、これ ね、うん、私学芸員さんとのお話もなんて言うんでしょう、うん、これからこの、まあ、ある種そのやっぱラファエル前派の軌跡っていう風にパッと聞いた時に、うん、まあ、その下にいろんな作家の名前も並んでるわけですけど、うん、なかなかまあちょっとパッと聞く限りだとどんな展覧会などだろうっていう思われる方が少なくないと思うんですね、うん、でそれに対して結構まあ、分かりやすいというか、うん、導入になるようなお話が聞けたかなと思いますし、はい、その核となる、うん、軸となる、うん、のは、美術批評家のラスキンという男であると、先生、うん、いうところをまず、はい、ラスキンという名前をね、ちょっと意識しながら、はい、聞いていただけるとだんだん輪郭がわかるかなというところでございます。はい、というわけで学芸係長佐々木さんの解説をお聞きください。さあ三好さん、はい、久留米市美術館、まずは我々見させていただきましたが、はい、この時間お客様をお迎えしておりますと、はい、いうか我々がお邪魔させていただいておりますが、はい、久留米市美術館学芸係長の佐々木奈美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在開催中なのがラファエル前派の軌跡、ターナー、ラスキンからロセッティ、バーン・ジョーンズ、モリスまで、はい、9月8日まで開催されているこちらの展覧会を拝見させていただきました、はい、ありがとうございました。こちらこそすごく長時間見ていただいて本当に感謝感激です。まあ仕事だろ、職権乱用です、これも職権乱用だ、ね、お前ら仕事だろって言いながらめっちゃ夢中になって見るっていうですね、まんまとやってしまいました。そしてすいません、僕多分今までラファエル前派って言っちゃってました、はい、前派なんですね。前派ですね。失礼いたしました、はいはい、僕もです。もうこれいろいろこう伺いたいことがあるんですけど、はい、まあ、まずこの声のトーンを聞いてお分かり、森下さんお分かりの通り、はい、めちゃくちゃ面白かったですね。面白かったですね。本当に、まあ、今めちゃくちゃエキサイトしている状態で、見終わった直後でね、お邪魔させていただいてますけど、まあ、でもとはいえやっぱこうリスナーさんにとっては、うん、このラファエル前派であったりとか、うん、そこに並んでいる名前も含めてですね、うん、あんまりこう親しみのないものも少なくないと思うので、まずちょっとこの展覧会がどういうものかっていうところからですね、うん、お聞きできればと思いますけれども、はい、まずラファエル前派って名前がおかしいですよね、うん、なんか人の名前となんか漢字が2つつながっていて意味がよくわからないと、うん、でラファエルの方はちょっと勘、まあのいい方ならピンとこられると思うんですけど、うん、ルネサンス時代の、まあ、巨匠の一人ですね、うん、オールドマスター中のオールドマスターという、うん、ラファエロサンティという人がいました、うん、でなんでこの名前をつけたのか、実際にこの今回展示されているのは19世紀のイギリスの画家たちなので、うん、ラファエロ自体は国も違うイタリアですし、ルネサンス時代ですから、うん、もっとずっと前になりますけれど、うんうんうん、そんな300年も400年も前の人をなんで取り上げたかというと、うん、美術学校では、うん、ルネサンス時代の巨匠みたいにきちんと描きなさい、こういうふうに美しく描きなさいっていうことをこうずっと言われてきてるので、うん、若い画学生たちはもう時代も変わってるし社会も変わってるのに、そんなにずっと同じような美術の教え方して自分たちはそういうふうに描いてていいのかなっていうような、まあ、反発心があって、うん、で、まあ、だからルネサンスのお手本にされている、うん、お手本中のお手本、キングオブお手本であったなるほど、ラファエルの名前を借りてきて、うん、
こんなあのしっかりと描くよりももっと前の時代のもっとちょっと未完成で荒々しかったような描き方の方にこう自分たちの目指すものがあるんじゃないかっていうことで、ラファエロよりも前の時代に行こうよってことでラファエル前派っていう名前をつけましたと。すごい。当時は若い方々が、うん、そうですね、そのグループを作ってというか、うんうん、始まったことなんですね。そうです、1848年ですから19世紀のちょうど真ん中ぐらいになると思うんですけれども、うん、そこにその頃にアカデミーの学校で学んでいた学生たちが、うん、始めた運動だったんですね。うん、うん、まあ、ラファエロはいい迷惑っていう本当そうですよ ね, ね, ね勝手に時代の中でお手本にされ、ね、でそれにアンチとしてラファエル全般ですよ持ち出され ね, ね、まあ、それだけ大きな存在でもあったわけですけど ね,、まあ、ね、保守本流のゆえに名前を使われてしまったっていう感じだったんだと思います。まあ、でもやっぱ当時の美術学校もやっぱそういうまずはここを通っていけっていうのがあったんですね。そうですね、まあ、ラファエルの絵っていうのはもう本当にご存知と思いますけど、優美で、うん、美しくて、うん、で例えば構図的にはこう三次元的っていうんでしょうかね、はい、ちゃんと奥行きがあって、うん、物事をあるように見えるようにも描くっていうのも大事だったので、うん、まあ、確かにお手本として非常にふさわしい、うん、作家だったんだと思うんですけれども、うん、まあ、でももう写真がね発明されたりするのも19世紀ですから、うん、そうしたら物をそのまま描くっていうことに本当に価値があるのか、これ海を渡ったフランスでも同じように印象派とかが出てくるときに抱えるジレンマと同じようなものがやっぱりイギリスの方にもあったんだと思います。あ、そうそう、イギリスなんですよね。あ、そうです、そう、ね、このラファエル前派はそうでございます、はい、まず起こったのがですね、はい、そうですね、はい、で、うん、ここでその打ち立てられたこのラファエル前派っていうのはどんな特徴のあるチームに、チームというかなるんでしょうか。はい、チームラファエル前派は、はい、まあ、学生の集まりですから、うん、まあ、ちょっとサークルの匂いがするんですね。はいはい、ちょっとやんちゃな感じに受けますよね。青い感じがありますよね。はい、うんうん、練り上げられた思想のもとに、うん、大人たちがこう集まったグループではないの で、うん、若い子たちが、うん、学生がですね、うん、こんなでいいのか俺たちはこれでいいのか規制のものに従ってていいのかって言ってるような感じなので、うん、まあ、エネルギーはあるし熱いし、うん、そこには、まあ、真実もあるんでしょうけど、うん、まあ、すごい何て言うのかな、思想的な深みがあったわけではなく、うんうん、でまた集まって一生懸命やったはいいんですけど、うん、結構割と短命で終わっちゃう。なるほど、うん、なんていうのかな、だからラスキンとの関わりっていうのは、ラスキンはもうその頃美術批評家として本とか書いてたので、うん、なのでその若者たちがよし俺たち頑張るぞ反旗を翻すぞって言った時に使ったのがラスキンの言葉っていうのかな、ラスキンの主張をこう借りてきて、うん、まあ、それに若干乗っかるような形で自分たちは新しい美術をやるぞって言ったところがあったんですね。うん、今一人の人物の名前が出てきましたが、はい、これが今回の展覧会の非常に最重要人物の名前ですね。ジョン・ラスキンという方がいらっしゃって、はい、いらっしゃいましたこの方がそのラファエル前派の、まあ言ったら思想を支えるものになったっていうことですよね。はい、でこの人はじゃあどういう人なのかっていうところからちょっとお話聞ければなんですが、そうですね、はい、ラスキンという人は画家ではないんですね。どっちかっていうとその美術を擁護する守る立場、うん、どういう形で守ったかというと、うん、批評家として、うん、まあ、それまでにないような美術を描くような人たちに、まあ、擁護するっていうんでしょうか、うん、でラファエル前派も出てきた時はやっぱりそれこそ若造のグループで、うん、勢いだけがあるような人たちなので、まあ、酷評されちゃうんですけど、うん、まあ、そういう時に新聞に、うん、あ、この子たちにはこういういいところがあるよ、ここが新しいんだよっていうようなことを書いて、うん、まあ、それこそ思想的な裏付けを与えてあげたのがジョン・ラスキンでした。はあ、はい、じゃあその時もラスキンはもう名も知れてて、
まだそんなお年ではないですけれども、うん、ちょっとそのラファエル全般の学生たちよりはちょっとお兄さんぐらいの年齢で、でもあの本も著作も出していて、うん、というような感じだったので、うん、はい、あのそのしかも言葉に非常にこうあの、まあ、強いものがあったので、うんうん、あのまあ、その若い者たち若い画家たちにとってはもう非常に頼もしかったし、うん、まあ、彼の言ってることが自分たちを正当化してくれるっていうのは嬉しかったんだと思いますね。あのラスキン自身はまあその批評家でもありつつ、はい、あのご自身で素描を描くような、ね、うん、絵を描く人でもあったっていうところで、はい、でまあやっぱその、はい、その性質が結果やっぱ彼が愛した一人の作家、まあ、ターナーっていう作家がいて、はいはいはい、そこからまあそのある種のラスキンの思想がこう、うん、まあ繰り広げられてるんだと思うんですけど、はい、 そうかラスキンはラスキンでまずターナーとの出会いというか、うん、その作品との出会いがあったわけですよね、うん、そうなんです、おっしゃる通りで、まああの生まれながらに美術批評家ではないわけなんで、うん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 、彼がその美術に目覚めたきっかけっていうのが、うん、あの少年時代にありまして、もともとそうやってあの自然をこう見て観察したりすることはあの好きな少年だったんでしょうけど、うん、13歳の時に、うん、あの誕生日プレゼントでもらった本の中に、うん、あのターナー、これはイギリス の、うん、あのまあ、代表的なあの風景画家ですね、うん、北九州さんで何年か前に展覧会やっててご覧になった方多いかと思うんですけれど、はいはいはい、あのそのターナーの挿絵が入っていて、うん、で白黒のちっちゃいものなんですけれど、うん、まあ、少年ラスキンはそれをこう見て、うん、おーっと思うわけですね、うん、でその出会いが、まあ、彼に美術に対する関心と興味と、うん、でそれをこう言葉にしていこうっていうような、まあ、その後の方向を決定しちゃったようなところがありますね、うん、これあの展覧会の中でもその、はい、まあ、言ったら彼の原体験になったその詩集、はい、サミュエル・ロジャースっていう人の詩集のイタリアっていうその本の実物が置いてあって、うん、そこのターナーの挿絵もあるんですけど、うん、もうそこに書かれてるですね、当時を解雇するそのラスキンの発言がですね、うん、ちょっと僕もそこ読んだ時点でこの展覧会はいい展覧会だっていうことを確信するぐらいいいものなので、これちょっとだけ引用してもいいですか。お願いします。もう入って10歩ぐらいのところですよね。そうで僕もうそこの時点でもうあのもうあこれ鉛筆めっちゃ止まらなくなるやつだと思って、もうそこからの目ももうめっちゃすごいことになってますけど、あのそのラスキンがそのターナーの絵を見た時にそのあの後に解雇して人生の活力の全体的な方向性はその贈り物に起因しているっていうことを言ってるわけですね、うんうん、すなわちもうだからこのターナーの絵が入ったこのロジャースの刺繍がその後のやっぱ彼のもう活動もだし思想もだしそういうものを決定的に本当に決めた一冊の本だったっていう、うん、それだけすごい衝撃を受けたってことですよね。 そんな言葉を残すぐらいですから、ね、で果たしてやっぱそこから繰り広げられていくやっぱ彼の活動が本当に言う通りやっぱこのターナーとの出会いでそこから受けたインスピレーションがこう広がっ押し広がっていくような感覚がありますね。本当ね、うん、本当にその小さい挿絵からターナーの姿を見抜いたラスキンの凄さもあったと思うんですけれども、あの衝撃だったんでしょうね、うん、でターナーという人自体がまあ本当にすごい人で、うん、あのご自分はあんまり意識してないんですけどその風景表現を突き詰めていったらあまりにもあの時代の先を走りすぎて、うん、あのもちろんターナーすごい作家だと思われてたわけですけど、うん、どん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 抽象画のようになっていくので、うんうん、時代が追いつかなくなっていっちゃうんですけれど、で追いつかなくなって理解されないでいるターナーを、うん、あのなんていうのかな、うん、少年から青年になりかけのラスキンはもどかしい思いで見てるわけですよ。で17歳ぐらいになった時にあまりにも世の中がターナーの凄さを理解しないので文章を書いて新聞に投書しようと、でその前にターナーにあの僕はあなたのことをすごくリスペクトしていますと、こんな文章を新聞に投書していいですかっていうようなことを言うんですけど、もうターナー自身は
あの60歳を過ぎたいい大人なんで、子供がそんなこと言ってきて、まあ普通そうなっちゃいますよね、うん、ありがとう、うん、でもいいよっておよしなさいよ、正しい正しいですよ、ね、でもそれは無駄にならなくて、うん、まあ、その時に書いたターナーローなんかを元にしてそのモダンペインターズっていう本を書くんですけれども、うん、それはやっぱりまあ非常に美術批評、うん、あの当時の現代美術を批評する本として、うんうん、やっぱあの非常にあのラスキン自身のあの処女作にして代表作になるような本に結実していくので、うんうん、ターナーさんの影響大きかったんでしょうね。そうですね、はい、もうなんかもうそこがもう大好きでエモいよね。いやもう本当に好きでもうだからもうなんだろうな、うん、好きが高じて、うん、もう作家のやってることを誰よりも俺は分かってるよっていうことを言いたくてしょうがないんですよ、うん、で実際本当に多分分かってるんですよね、うん、でそのとにかくもうまとめちゃって誰から頼まれてるわけでもないのに、うん、でとにかく世の中が分かってない、うん、おかしいだろって言って書いて、で結果まあそれが代表作になっちゃうみたいな、ね、もともとターナー論からその美術批評になっていく、すごいね。いやすごいんですよね。だしやっぱそのターナーの絵がそのまあ本当はまあものをよく観察して、はいはい、ね、それがあるようにあの描いていくと、はい、だんだんそれが抽象化していって、うん、っていうそのプロセスも非常に美術史的じゃないですか、うんね、だからやっぱ、はいはい、やっぱそれをやっぱこうちゃんと見て捉えてそれを言語化するっていうことをまあ少年青年期にやっていたっていうのはやっぱまあ先見の明があるというか、ちゃんと美術の目があったんだなっていうね。そのラスキンの目っていうものはやっぱりそのもっと前にこう割とその美術以前に自然をじっくり見るっていうことをやってるからね、養われたところもあって、うん、あの展示室でおびただしい数の岩山の、うん、あれちょっともうあのちょっと異常なレベルですよね。いやでも僕ねあれ好きでした本当に、うん、あ、よかった。タッチというか、うん、すごい印象に残る、うん、ね、うまいうまいっつったあれだけど、うん、すごいなと思いました。うまいんですよ、ね、本当に。で画家の人だったらあそこまで克明に描いちゃうと絵にならないかもしれないから描かないところまで描くのは あれはちょっとあのタモリさん的っていうか、うん、あの地質が好きなんですよね、もともと。でそれこそあの19世紀に写真ができるっていう風に、うん、あのなわけですけど、その前の時代っていうのはあの自然史の人たち、まあ、医学とかもそうですけど、うん、そういう人たちがあの観察して、まあ、図鑑を作るとか辞典を作るとか自分たちの勉強するときにはスケッチをするしかなかったので、うん、なんか理系の人たちにものすごく腕の立つ素描家がいたりするんですですけど、それはその対象が好きなんですよね、うんうんうん、まずさ対象が好きっていうものがあって、うんうん、ラスキンの場合でいくと岩山地質が大好き、うん、だから見るともうちょっとした違いでも見えちゃうし分かっちゃうし、それを残さずにいられないから描いちゃうんですよ、うんうん、あまりにもあの達者な腕前でそうやって、うん、岩山とか描いちゃうので、うん、イギリスで水彩画が発達しちゃうんです、それで。すごいな。もうすごい人なんですよ。だからやっぱもう本来としてやっぱそのよく観察して、うん、そのうちにあの潜在している美しさをちゃんと見抜いて、うん、それを記録する腕もあったっていう、そういう人なんですよね。そうなんです、ね、目と手が両方すごかったの、で美術っていうのは、うん、彼にとってはそういうものだよっていうベースがまずあったってことですね、うん、なんてよく分かってらっしゃるんですか。素晴らしいですね。そうなんですよ、私たちは美術っていうと美術館にあったりするものだと思ってるんですけど、うんうん、ラスキンが言ってることってのは美というのは、うん、絵画の中にもある、詩の中にもある、文学にもあるけど、自然のあの大自然の草だったり山だったりあるいは建物だったり、どこにも美はあって、うん、等しいんですね、うん、でその延長線上で美術を批評するから、まあ、非常に言葉が強いし、うん、しっかりしているということですね、はい、ということってなった時にだからやっぱそのアカデミズムで、はい、あのその当時あの主流であった、はい、そのもう形式化されたラファエル派みたいなものが、うん、なんか居心地が悪いよねっていう人たちにとっては力を与える言葉だったわけですね。そうなんですよ。
あのダヴィンチ、レオナルドとかミケランジェロとかあの、うん、ラファエルももちろんちゃんと頑張って自分たちで作り上げたんですけど、うん、それを真似してる人たちは真似でしかないですからね、うんうんうん、あのしっかりとも対象を見てそこから何か力ある形をつかみ出すためには自分たちをも対象にもう一回戻らなきゃいけないけど、うんうん、お手本をそのままなぞってるだけじゃダメでしょ。でその時にあの漠然と若者たちが考えていたそういうダメじゃんっていうのに、うん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 、ラスキンのまあすごい力強い言葉っていうのが、うんまあ、背中をグッとしたわけですね、うん、そういうことか。俺たちは先達の模倣をするために美術家になったじゃねえよって言いたいのを誰かなんとか言ってくれよっていう時にラスキン先生の言葉あったよみたいな ね、 俺たちいやうまいことねだって若者だけだったら絶対にこう押し潰されて、ね、世に出ない、うんね、まあ多分ことはたくさん今まであったんでしょうけど、うんね、そこでラスキンがいたっていうのが ね、 ね、まあ、ラスキンとしてもだからそのラあのやっぱラファエル前派として出てきたその若手の作家たちの絵がやっぱそのようであった時に、はい、あこいつらを応援してやらんとあかんってやっぱなりますよね、うん、そうなるとなりますさーですよ本当バスケ先生ってなった時に お前らのやりたいことは分かっとるっていうことなんでしょうねこれね。まさにそういうことだと思いということで、まあ、触りになっちゃいましたけど、はい、まあまあまあもうちょっと期待も高まるんじゃないかなと、皆さん 思うんじゃないかなと思っていただけてるんじゃないかななんて思いますけどね、はい、今週はここまででございます。いやもう来週が待ち遠しいね、引っ張りますよ、はい、久留米市美術館の学芸係長佐々木さんと語るラファエル前派の奇跡、続きはまた来週です。